はいどうも、2.1 流の天海幸風です。はい、今日はですね、超久しぶりのビオトープの動画にしたいと思います。というのも、2年前ぐらいに、ビオトープで我らを飼育しているスーパーみゆきメダカさんを引っ越しさせたんですけど、その後ですね、メインのビオトープの方にはすごくまた産卵してまた増えたんですけど、その移した方、お引っ越した方が全く増えなくて、あと大きさもちょっとまばらになってしまったんで、ちょっとどういうことかっていうことでいろいろと調べたんですが、まあちょっといろいろと個体差があったりとかいろいろとあるみたいなんですけど、今回は条件をメインのビオトープと同じに変えて、見たいと思います。で、今回購入したのはこれ、まずメインのビオトープと同じ大きさのこれで、また新しいビオトープを作ってみたいと思います。あといろいろとね、我の超過保護なビオトープなので、これをまたね、新しい六角形の底辺プレートどうかとかすぐ取れるの、それに使うものとか、エアポンプ、エアポンでしょ、まあこれはプラスチックチューブで、シリコンチューブかな。これとこれに関してなんですけど、これはメインの方にもちょっと移植しようかなと思ってます。というのも、今はジェックスの六角器を使ってるんですけど、ジェックスの六角器ともう一つの方はアクアシステムの方の六角器を使ってるんですけど、それを撤廃してこれに切り替えたいと。まあ条件は同じにするだけなんで、これも一緒なんで、さっきと一緒なんですね。で、これのすごいところっていうのは、面白いのがあって、こういうなんかカードリッジがあるんですよね。こういう、これがすごい優秀なんですよ。これというのも、これ実は使ったことないわけではなくて、もうすでに隔離してる方の、なんだろう、ビオトープがあるんですけど、それ、まあ、稚魚は、張り子がいるんですけどね、稚魚はいるんですけど、まあ、それをなんか隔離するために使ってるんですけど、その時これがめちゃくちゃ良かったんで、これを、まあ、導入して、ろ過ソイルね。これは相変わらず。で、これ黒を選んだ理由は、スーパーミユキメダカが白なので、こっちの方が生えるんではなかろうかと思って、まあ実際問題は生えてるんで、ね、で、これもまた相変わらず。まあ、その六角形のカードリッジですね。これも。で、まあ、今回はこのプラバルブを、二股に分けて六角形に回してみたい。で、今回使うのは相変わらずメダカの、黒茶13号。確かこれ3000円くらいしたのかな。まあ今現在この時点で1万円ぐらいだと思います。というわけで作業に入りたいと思います。こっちか。ではではね、作業に入る前にちょっと準備してて、というかしてみたいと思います。で、今回我の中ですごく期待してるのはこれですね。底辺フィルターの追加フィルターですね。で、このフィルターに、上に乗っけるんですけど、これかなり面白そうなんですよ。こういう感じになってるんですけど、これとこれがこうやって乗っかるわけなんですよね。これ何の部品かって言ったらこれに使えるんですよ。どう使うかっていうと、なんかね、下からぶっ刺せるみたいな。こうやって置いて、こうやって置いて、で、要は後ろ側から下からぶっ刺せる。動かないようにできる。うん、これで動かない。これで六角器をエアコン入れてね。大きいサイズと小さいサイズ。これ S なんですよ。なので、これ、なるほどね。これで固定されてる状態なんで、これで地に植えて、で、水交換すると、フィルター交換するときは、この頭だけ外してやればいけるっていうことが分かりました。で、これ超優秀なのは、これ最初からカードリッジ入ってた。まあ、その、レイアウトなんだけど、まあ、土を入れるわけじゃないですか。で、まあ、あれ的にはこういう風に入れた状態で土を入れた方がいいのかなと思ってはいるんだけど、というわけで、今現在使ってるビオトープの、その、水草の楽園をちょっと引っこ抜いてきたんですけど、ちょっとがっか残念なことにね、これもうちょっと高くできるんだけど、今回高くなくていいかな。ここに水草置いてあれすれば、まあ上から見れるか。うん、ちょっとレイアウトは微妙なラインだけど、これでやってみたいと思います。あららら、やばいやばいやばい。今回はメインのちょっとシンプルにいこうかなと。水草とあれで、まあ、あとはこれがどう、水で慣れてってくれれば。はい、というわけでね、これから外で、セッティングするわけですけど、まあ、今回、まあ、見ての通り、前回作ったビオトープからの移植なわけですよ。で、まあ、今回気を使ったのは、まあ、メインのビオトープと同じ、もしくは、まあ、それに近い環境に作ってあげようっていうのがあったんですね。まあ、もちろん、目的は、増やすことなんですけど、
まあ、なかなかね、そううまくいくものでもなかないかなとは思いつつも、まあ、こんな感じで、まあ、日曜のお父さんみたいな格好をしながらやっておりますね。まだ独身なのにね、うん、まあね、まあのんびりとねこんな感じでやってます。で、まあ、こっちのメインの方に今ろ過器を交換して水も入れ替えしてたんですね。まあ、ちょっとね最近スネイルがちょっと大量発生しちゃってて、それの除去とかも考えてたんですけど、まあ前からねスネイルに関しては水替えするとかなり激減するのは知ってたんで、まああとはうん、そこのどうなのかなっていうのをちょっと試してみようかなって、まあ、こんな感じで今サブの方に水を入れたりしてねやっております。で、まあうん、どうなるっていうか、ね、どうなんですかねこれね。まあ一応ねこのサブの方のやつもう、まあ、結構20匹ぐらいいたんですけど、最近ちょっと減ってきてしまってて、うん、それもちょっと悲しいなっていうのがあったんで、まあこっちが増えるにはどうしたらいいんだろうって言った時に分かったことがあって、こっちのサブの方のビオトープに関してなんですけど、水替えっていうのをここ1年セッティングしてからまともにしてなかったというのも、結構ね水が蒸発するのが激しくて、そこをどうしたらいいんだろうっていう感じで、ただただ足し水だけをね一生懸命やってた感じですね。で、うん、まあこんな感じで水足しながらセッティングしながらレイアウトを見ながらやってる感じなんですけど、うん、今回ねその水作の製品を使ったのはもともと良かったっていうのも分かってたんで、まああとはねそのジェックスとアクアシステムが悪いと言ってるわけではなくて、まあなんだろう、まあ目で見てその交換時期が分かるっていうのはなかなかいいなっていうのと、一度大失敗したことがあって、まあメダカってなんか水流に対して逆らうなんか習性があるらしく、それで結構落としてしまったんですね。でそういう反省点も踏まえながら、やっぱりねその水流作るの良くないかなと思ってて、まあこれもある意味水流といえば水流なのかもしれないんですけど、まあエアポンプでまああとは電気代、うん、両方ろ過器両方使ってると、やっぱり、まあ、なんだかんだ言いながら、まあ、電気代かかってしまうので、まあ、そこまでケチくさく考えてるつもりは全くないんですけどね。まあ、エアポンプででっかい容量のエアポンプを使って、うん、まあ、2つ回せればいいから、まあ、この S サイズのやつだったら全然回せるでしょうっていうことでね、まあもし足んなかったらもうちょっとさらに上の容量のあれを使えばいいわけだからっていうぐらいな考えですね。まあ、まあ、こうやって、まあ、立ち上げたばっかりなんで、まあ当然水は綺麗ですよね。うん、でこの水草がね前は葉っぱの部分がね外に出てたんですけど、まあ今回ちょっと沈めてみようかなというね、我が沈めるっていうとちょっとね誤解を招くなんつうんだろう表現になってしまうんですけど、まあまあ、何も悪いことはしてないんでね、うん、そんな感じでこんなあれしてるんで、まああとはどうなのかな、移してみてこれで水足してっつって、うん、でまあこれ最近ちょっと気づいたんですけど、まあ気づいたっていうか最初から気づいてるっていう内容なんだけど、まあビオトープやってる人からすると我はね中和剤をジクラのパーフェクトウォーターだっけな、いわゆるメダカ用のやつを使ってるんですけど、まあなんていうのかな、それをサブの方にはあんまり使ってなかったんですね。あんまいらねえだろうっていう感じで、まあでもそれが結構間違いだったらしくて、でメインの方のやつには結構使ってたんで、だから繁殖するのかなっていう感じ でよく見たらね、やっぱ繁殖にもやっぱ一役買ってるみたいで、まあそれをちょっと、うん、まあ、こうやって一生懸命金魚すくいならメダカすくいをね一生懸命やってるんですけど、これ結構楽しいんですよね。うん、でもやっぱりねその後もねやっぱ落ちちゃって、やっぱ体力落ちたのかなみたいな、まあ、あと環境も変わったのからあれだったのかなっていうふうには思ってますけどね。うん、まあ、一応まあこんな感じでまあ見て分かる通り結構心境が広くなったぞみたいな感じの感覚になったんで、うん、まあ喜んでいただければと思いまして、まあ我の場合ね超過保護なんで、うん、
まあ、最近はちょっとヒーターとかもちょっともうやめたんですけどね、いらないっていう、やめた方がいいよっていう人からのアドバイスで、うん、大丈夫だからさみたいな感じ、電気代もったいないじゃんみたいな感じ言われて、うん、まあね、まあでもまあそんな感じでこうやってお引越しを一生懸命させてもらってます、はい。やっぱりね、新しいねビオトープとか立ち上げるとやっぱねちょっとワクワクするよね、うん、増えてほしいしね。やっぱね一番ねメダカのいいとこってやっぱね増えた時なんだよね。増えて、お増えたとかってやっぱり張り子が見えた時、まあ、まあ、我の経験上5月とか6月が多くて、4月ぐらいから後半ぐらいからあれメスがちょっと太ったかなみたいな感じで思うんだけど、そろそろかなと思って5月6月ぐらいにちょっと張り子が出てきたりすると、おおまた今年もかみたいな感じでねテンション上がるんですけどね、うん、でもなんかね専門家からするとメダカってしょっちゅう産んでるらしいんですよね、うん、まあだとしたら超嬉しい、その方が嬉しいなと思うんだけど、うん、なんか今最近はメダカがすごい高騰してるらしくて、うん、なんかねお店でも売ってないんだよね。とあるお店でもうめちゃくちゃ高騰しすぎちゃってて、容器費とかももうないんですみたいな感じで、うん、まあ別に容器費に興味がないので、うん、いいんだけどね。なんかねこんな赤毛のおっさんがなんか一生懸命細かい作業してるんだけど、なんか本当に、うん、これ多分土壌を捕まえようとしてますね、うん。でも土壌入れたらねすげえね水が綺麗になったんだよね、メインの方が、メインの方もそのサブの方もねもちろん当然ながらなんかね水替えするときにすごい分かる感じがしてて、なんだろうな、ふわふわっとしたなんか腐葉土みたいな感じのやつが水面に出てるんですよ。それをサイフォンでね吸い取るときにすっげえゴミが舞ってるんですよね。でそうするとすごい綺麗になる、取ると綺麗になるんですよね、うん、そういうのもやっぱりいいなって感じで、あとですねやっぱりね大和ヌマエビさんがね消えちゃったんだよね。あんなに増えたのにね、まあ環境によってあれするみたいだからね、うん、またちょっと増やしたいなと思うんで、まあ、今回同じメインのビオトープになったんで、うん、ちょっとこれを機にしようかなと思ってるけどね、うん、まあ、あと増やして10匹ずつぐらい入れたらいいかなって。あとねスネールがね増える理由ってそこにあるような気がするんだよね。大和ヌマエビがめちゃくちゃいた時はスネールあんま見なかったのに、最近ねスネール帝国になっちゃってるからそれは良くねえなと思って今、うん、ほら見てください上から、こんな感じですね。やっぱいいよね。音消してるのはね実はね理由があって、近所にちびっ子がねもうねなんかねいろんなことをね言っちゃっててね、まあ見バレというかね場所がわかるかなみたいな感じのことになってしまったんで、今回ちょっと音を消させてもらいました、うん、まあ、うん、こんな感じで、うん、まあこれはサブの方だね、うん、サブの方は結構綺麗になりましたね。メインの方もねやっぱりいいんですけどね、まあ、とりあえずねこんな感じでやってます。これはサブの方だね。でこっちがメインの方 のビオトープになりますね。まあ水を変えたばっかりなんで、変えたばっかりというか一回いろんなもの引っこ抜いて変えちゃったんで、まあちょっと濁っているんですけど、まあその後すごく綺麗になりましたね。でこの後ですね、どうもこの水草とかに卵がついてたらしくて、張り子がいっぱい増えました、うん。まあ、それはちょっとねいろいろとインスタグラムとかでも上げてるんですけど、まあこんな感じで、うん、メインと、サブがいい感じでできましたね、うん。まあねそんな感じでこれからもねこのスーパーミユキメダカね飼育していってどんどん増やしていきたいなと思っております。まあね他の種類とかにも興味があるんですけど、まあそんなに手広くもできないんで、はい、まあこんな感じでいろいろとこれからもねビオトープの動画は増やしていきたいと思います。
というわけでね、本日はね、お疲れ様でした。よかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で、またね、ちょっとね、ビオトープのね、なんかいろんな情報をね、こんなことやってるよ、みたいな新しいことあったら、もしやったら教えてください。コメントにてね。はい、というわけで本日もお疲れ様でした。